番組はスタジオ魔王城の提供でお送りします。yeah. 始まりましたビスタマ。まずは自己紹介をお願いします。はい、ビストリップボーカルのトモです。トモさん、はい、最近ベストバイデイライト、はい、すごくやってるらしいですね、はい、いやでもそんな言うほどっすよ。なんか東屋さんがすげえやってんじゃんって言うけど別にそこまでっすよ。一部では e スポーツ狙ってるってお聞きしましたけど、はいe スポーツね、はい、e スポーツ本気で狙ってる人たちにやられるんでマジやめてもらっていいですか。ちなみに e スポーツの時は何のパーツもつけられない、はい、素の状態で戦うらしいですよ。あ、そうなんですか。シンプルに腕前の勝負になります。はい、諦めます。はい、ビスタマでは、はい、金の玉を手に入れるためにさまざまなチャレンジをしてもらいます。あの金の玉を手に入れると何が起きるんでしょうか。はい、それは今後のお楽しみでございます。あ、そうなんですね。ちゃんと用意はしてあります。いくつとかもないんですか。今のところ調整中ですそうなんですね。はい、はい、はい、チャレンジが成功するごとに金の玉が一つ手に入ります、はい、なるほど。チャレンジに失敗すると罰ゲームが待っています。罰ゲームがあるんですね。そうです。なるほど。はい、ビスタマ、まずは記憶力を試すチャレンジをしてもらいます。記憶力、はい、うん、なるほど。いきますよ。はいはい。問題。はい。ビストリップの結成記念日といえば、うん、七夕。何年の？あ、2007年です。ですが。はい。お決まりのね。はい。ファーストミニアルバム、うん、リボルバーがリリースされたのは、うん、は、確か4月じゃないですか。何年何月何日でしょう。2008年の4月18。ファイナルアンサーファイナルアンサー。残念残念。4月23日です。あー、ややこしい。トモさん、ややこしいわ。実はここまでは正解して当たり前ゾーンでした。あ、そうなんですね。え、みんな出されてるんですかこの問題。そうです。で、みんな正解してんの。人それぞれです。絶対正解してないって。正解してる人もいます。ルイだな、ルイ。これは配信のお楽しみ。ファイナルアンサー雑談が多いんだよあ、すいません、すいません。ビスタマ、はい、次の問題が本当の記憶力チャレンジです。はい、問題。2013年2月1日に行われたビストリップワンマンライブ、うん、FBA のファイナル公演を収録した DVD、うん、こちらに収録されていない曲は次のうちどれでしょう。はい、4つの選択問題です。はい、1レッドチェリー、うん、2アンドロイズドリーム、はい、3カゲオニ、4オゾン。さあ、はい、どれでしょう。ねえまあ尖ってた時期なんで一応、はい、いやでも入れるよな。はい、はい、アンドロイズドリーム。ファ
イナルアンサー。ファイナルアンサーです。なになに、どっちどっち。残念。あ、残念なんだ。今です割とポップだから声がポップなだけです。ああ、なんだ。正解は、あ、そうなんだ。はい、はい、オゾンでした。え、オゾンやってないんだ。やってないんですね。あ、でもね、覚えてるんすよ。なんかその頃、はい、オゾンがこう代表曲をずっとずっと引きずってるというか、はい、それがもどかしい、うんうん、っていうなんかミュージシャンならではの尖りがあったんですよね。ありましたね、うん、今だったら、はい、絶対そう。あ、ごめんなさい、ちょっと喋りすぎっすね。全然、はい、黙ります。はい、次行ってください。はい、というわけで、はい、トーマさん、はい、あー、すげー、はい、今回の罰ゲームは、はい、セルフデコピンです。セルフデコピン、はい、自分で自分に、はい、僕、デコピン癖弱いですよ、大丈夫ですか。痛くないと、あんまり面白くはならないですが。そうですよね。やるだけやってみてください。はい、行きます。はい、はい、いい音は鳴りました。いい音は鳴りましたね。はい、はい、すいません。大丈夫です。はい。